そして昨日ねちょうどあのミュージックビデオ、私のねそのリード曲である、テレビアニメ月が導く異世界道中第2幕エンディングテーマ常識外れヒューマン、はい、こちらですね昨日も、ミュージックビデオの公開日がこうあの決まりまして4月15日公開となります。4月15日あとちょっとでございます。はい、そして昨日ねちょうどミュージックビデオの、まあ、切り抜きというか、はい、それがね数秒間ちょっとまとめに上がってまして、はい、それが前田香織のオフィシャル YouTube チャンネルで数秒間上がっておりますし、あとアストロボイスのですね TikTok などでも、はい、披露しておりますので、皆さん見てください。あ、サビめっちゃ癖になりますね。わー、ありがとうございます、嬉しいね。あ、そうそう、杉田さんがさ、なんかツイッターでめっちゃ反応してくれてて、私の着てた衣装さ、すごいピーマンだってでも言われてみたら確かにすごいピーマンの妖精さんだった。あの緑とオレンジパプリカ、なんだろうね、あのキューピー感のある、キューピーマヨネーズ感のある常識外れピーマン常識外れピーマン、ヒューマンと似てるし、そうヒューマンとピーマン似てる、常識外れピーマンです、常識外れピーマン。あ、全然大丈夫じゃんね、これなんかコラボできないかなね、キューピーさんとね、常識外れピーマン替え歌みたいな、なんか野菜コンテンツみたいなやったらちょっと盛り上がりそうですけどね。ねえ、はい、ということわけでございます。皆さん常識外れヒューマンと常識外れピーマン両方よろしくお願いいたします。ね、レシピ作ろう、常識外れピーマン。お、いいの、無限ピーマン。え、何それ、そんなんですか。すごい作りましょう。なんかリリーベでそういうのできないかな、ピーマン焼いて食うみたいな、常識外れにピーマンを調理するみたいな、え、ちょっと面白いんじゃない、ちょっとなんか提案してみようかな。なんかリリーベとかでさ、なんかあのトーク番組みたいなのやる機会があったら、ちょっと常識外れにピーマンを調理してみようとか、面白そうね、おもろそう。いや、皆さんぜひぜひよろしくお願いしますはい、ということでそんな話でございました。